初めてのですね、流石100個プラスおまけ。みんな騙しててごめん。実は勝ってたんだ。今回久しぶりの大人気コーナーとなっております。はい、ということで、私 A は無課金じゃないのかっていうね、これはね、もう需要がありすぎる動画なので、今回出していきたいと思います。もう俺はへこたれずこの動画をアップし続けます。もう皆さんにこのね、メンタルをもうね、もらっていただきたいぐらいでございますよ。で、今回なんですけども、まあ、アンチとかそういうの関係なく、これなんで流石こんな増えてんだろうみたいなさ、普通に思ってる方いるかと思いますが、まあ、最近ガシャの最初に、まあ、プレゼント、もらってね、どのぐらい増えるかっていうのもやってます。今回もやっていきましょう。126からまあ一気に受け取って、まあ、どのぐらいになるかっていう、まあ、この画面を見した状態でガシャとかも引いてます。それとは関係なく増えてる分はもう完全に新しい暴君が来たからやってるっていう、まあ、計算してもらえば普通に分かることなんですが、計算まあできない子たち、すいませんでした。今まで皆さん騙してすいませんでした。いきます。はい、見てください。もう無料分って書いてあるでしょ。ゼロがゼロに見えない方がいるらしい。で、前回言われた、まあ購入歴なんか消せる消せないなんかよくわかんないんですが、ショップで買うと、まあ買ってない方にはなんか年齢のなんか認証だかなんかそういうのが出てくるらしいので、まあ、そこまでね、画面見せて今日は終わりたいなと思います。初めてのですね、流石100個プラスおまけ。みんな騙しててごめん。実は勝ってたんだ。さあ押す。何これ。年齢確認。あ、これか。年齢確認のため生年月日を入力してくださいと。はい、ということでこれが出るらしい。ほらほらほら。で、ここに入力するんでしょ。ちょっとこれ OK 押しちゃうとあれなんで、こういうことですよ。どこ押してもこれが出てくるということで、分かりましたでしょうか。まあ、これはね、大人気企画なので、逆に疑ってくれる方がいなくなっちゃうとできないので、これからもどうぞ疑っていただけたらなと思います。このチャンネル一番の大人気コーナー、僕は無課金でやってるでしょうかコーナーでした。ありがとうございました。一番楽だからこの動画作るの。